ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド、前回の続きはプレイしていきましょう。銀河団の基地に単身乗り込んでね、悪役の限りを尽くしているというところですね。銀河団のボスの研究の邪魔をさせない。お前、俺が話しかけなければお前は戦わなかったのか。げっそりしてんな、大丈夫か。過労死するぞお前。投げんのも結構ギリギリみたいな感じに見えるけど大丈夫？よし、こんちゃん。そういえば最近ね、名探偵ピカチュウを初めて見たんだけど、あれすごいね。リアル調になるとあんなに怖くなるポケモンっていっぱいいるんだなって思ったね。ゲンガーやばくない？びっくりしたんだよ。まあ、バリアードもなかなかあれだったけど。ピカチュウとかすげえ可愛くしてんのにさ。なんでゲンガーあんな感じにする必要があったんだろうみたいな。ベッドあるの。やっぱダメなんだってここ。仮眠室。ベッド調べて何もいないか確かめてからぐすに寝るといいね。もう休む？あ、ラッキー。これでもなんか調べてからってことは、これ、いないのか。飛び出してくんのかなって思ったんだけどな。普通に寝る、敵地で寝るかよな。どうかと思うぜ、それは。ダブルか、ダブルボトルか、どうしよう。ケンちゃんとコンちゃんでいっか。ビルを好き勝手に見学するツアー楽しかったかい？まあ、ぼちぼちかな。ちっこいトレーナーさん、あなた銀河団でも有名よ。あ、ほんと？だってあなたを倒すと修正できるって話を。やってみて。出世か。スタンプ。グレッグル。確定。どうしようかな。誘爆が鬱陶しいんだけどな。ケンちゃんの威嚇と、ケンちゃんの威嚇。このペア、なかなか、物理攻撃タイプには行ってほしいだろうな。どうしよっか。スパーク。レベル差あるしな。あ、でもそっか。物理は物理なのかな。誘爆するよな。結構効くんだよな。あ、でもそっか、物理攻撃しなきゃいいんだから。そっか、コンちゃんであれすればよかったのか。グレックルがまた出てきたのと、ニャルマーか。これは別に大したことないな。よし、スパークでニャルマー、翼でグレックル。よしよし、倒れた。で、あとはスパークでとどめ。いいね。スタンプを繰り出した。あ、こいつ3匹持ってたのかな。いけるかなこれ。電光石火、倒しきりはしないだろう、さすがに。倒しきりやがった。ゆんちゃん強いね。強いね。強いのはいいんだけどね。レベル差がな、やっぱあるからな。まさか一撃でとは思ったけど。回復するか？しとっか一応な。いいかな。ちょっとだけ回復でいいんだけどな。使う。半分まで減ってないからな。よし。
ヶ月寝後、どこだ、真ん中だじゃん。あとから探索するときにめんどくさいとこから選んだね。ビピード。ビピードなんかな、もったいなくて使えないんだよね。この感じから行くと一番奥かな。なったら、右から行こう。おぉ、やっぱり。やっぱり一番奥。左側これで、ね、ボス戦じゃない？ぽいなぁ。だったらあられさんで行こうや。お邪魔しまーす。どこでも開くな、これどうなってんだよ。そうか、君が報告にあった銀河団に逆らっているポケモントレーナーか。こんな子供とは思わなかったが、銀河団の幹部たちが手こずらされたと聞いていたのだね。ここに来た理由はわかる。エムリット、アグノム、ユクシーの3匹のポケモンのことだろう。あのポケモンたちはもう必要ない。君が引き取ってくれるなら処分する。手間が省ける。順位したまえ。だがその前に銀河団に立てつく、君の力を見せてもらいたい。力見るだけなの？銀河団のボス、赤木が勝負を仕掛けてきた。なんか、あれだな、血を抜きながら麻雀やってそうだな。闇カラスか。まあ、なんか、鳥っぽい見た目同士で頑張ろうや。冷凍ビーム。冷凍ビーム。闇カラスは倒れた。現地をもらった。よし、ゴルバット。入れ替えるか。カンちゃん、痛いね。いとるコンペトリー。ゴルバット。とりあえず、一撃で、スパーク。経験値をもらった。ミューラ。ねえ、入れ替える。ブーちゃん、一体で。最後のポケモンか。もう終わりか。地味だったな。せめて最後マニューラにしてくんない？気持ち的な問題で。火炎車。全部一撃はちょっと残ったか。耐えたんだね。凍える風、バカにしてんのか。バカにしてんのか。すがやすが下がった。このままでは私は負けるかもな。負けるよ、確定だよ。ファイングルは、あ、早い早いけど効かんだろう。よし、相手のニューラー倒れた。お、こんちゃんレベルアップ。電磁波麻痺だよね。いるかな。体当たりいらんか。さすがにいらんな。体当たりを据えた。よしよし、電磁波覚えた。面白い。そして興味深い。強い。そしてその力の源はポケモンへの優しさということか。もったいない。そんなものはまやかしだ。見えないものは揺らぎ消えてしまうものなのだ。死んでしまえばなくなるものだ。だから私は全ての感情を殺した。まあいい、君とは分かり合えないだろう。ただ一人で来た君のその強さと勇気を認め、これを進展しよう。なんで？なんでお前くれんの？そのマスターボールはどんなポケモンで使われる？
究極のモンスターボール。だがこの私は必要ない。君たちトレーナーのようにポケモンパートナーをしない。他の銀河団のようにポケモンを道具にもしない。私はポケモンの力を私自身の力とする。え、でもさっき使ってたじゃん、ニューラ。湖のポケモンたちを助けるならこの先のワープパネルに乗るがいい。で、私は天眼座に向かおう。そう、君と初めて出会った場所。そこから頂上へ登り、すべてを終わらせる。いや、すべてを始めよう。何、なんかドラマチックなこと言ってんの。これくれんのかな。3匹ともって感じじゃないよな。多分1匹選べってことかな。銀河団を手伝っていたか。今回の実験は、さすがに何も言えない。それに作り出された、あれ一体何に使うのかしら。ああ、見た目で言ったら俺青い子好きだな。アグナムが閉じ込められている。体を震わせて苦しそう。お前ポケモンを助けるためにわざわざここまで。いつものことながらボスの考えはわからない。なぜこんな子供を自由にさせておくのか。私たち銀河団は必要なものを独占し、いらないものは捨てるだけ。まあいい、せっかく来てくれたんだ。銀河団なりのもてなしをしよう。それに湖でやられたそのリベンジもある。またやんのかよお前。ボスの後にやんのが打足だよ。気持ち悪い髪型してよ。ユンゲラを取り出した。どうしようかな。メタルクロー。あ、耐えた。雨乞い。こっちにとったらちょうどいいんだけど。水の威力上がるんだよね、確か。え？バブル光線。何がしたいの？本当に何がしたいんだこいつ。ドクロック。まあ、いっか、ラレザンで。ちょうど雨降ってるしな。格闘使われたらまずいな。ちょっと待って、一撃で仕留められるか。ああ、そうだ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 った。やべえ。やべえ。そうだよな。忘れてたわ。そうだよ、名前もこれで一回すかされてんだよな。よし。そうするです。なんか抜群で、次はどうミラーか入れ替える。うーちゃん行っといて。どうミラーを繰り出した。さっきの3匹どれか1匹なんだろうな。もらえるの火炎車。帰るか、帰るか。アラレさん行っとくか。でも一番雨降ってるしね。また同じこと言ってるけど、雨降ってるしね。エスパーか。僕は今一つ。はい。塩水。バブル光線と威力は一緒なんだけどね。オッケー。お、中山レベルアップ。哀れってなんだ。強いだが哀れだなって。
なぜお前はそんなに強い。まあいい、この3匹はお前が好きにしろ。このマシンのボタンを押せば自由にしてやれる。どれか1匹だけっぽいな、なんかくれんの。あ、これボタンを押してポケモンたちを助けますか。はい。ああ、仲間になんないんだ。わさ3匹の体から生み出した結晶で赤い鎖を作り出した。それこそが天眼山で何かを繋ぎ止めるために必要なものらしい。また、ボスが天眼山で何をするつもりなのか、私たちも知らないがな。なんか上の人がさ、何するか知らない組織ってやばない上の人何するか知らないけど、とりあえず手伝いますわって、どんなモチベーションでやってんの？この組織。モチベーション保ってなくない？無理だよね。それがいくらなんかすげえ素敵なさ人だったとしても俺は無理だよ。天眼山、ここのてっぺんに行くのってどうやって行けばいいの？ここから？よすがから？よし、じゃあちょっと回復だけしとこう。はい。また戦うのかな？っていうか、なんか伝説のポケモンと戦ったりするのかな？でもそんな感じだよね。なんか敵のボスが何かやりましたようで、じゃあちょっと今から何とかしましょうやーでしょ。どっからだ？こっちか。ここじゃない、もっと下か。こっち方面、こっちか。よし。で、これ、いばーってやって、やったとて、これどうやって向こう行くんだ。で、これで、もっと北の、あ、ここか。これで、メイパーン。ドドドドって言って、戦う気はあんまりなかったんだけど、ミスターやまびこの私と勝負だぞ。やっほー楽しそうだね。誰が言ってんの、ミスターやまびこって。ゴルバット。でもレベルはぼちぼちいい感じなんだな。ちょっと低いけどな、やっぱ。ゴルバットは倒れた。よしよし。ゴロン、そのままでいい。塩水。よしよし。荒井さんレベルアップ。弱くそのままで。で塩水。高速につなぐわけでもないのに嫌な音をするメリットって何なんだろうな。もう負けを悟ってんのかな。嫌がらせ単純な嫌がらせか。誘惑は倒れた。よしよし。
とりあえず降りるか。はい、ということでじゃあここで一旦区切って、次回ボス止めに行きましょうか。赤木、それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。